さあ、行くぞ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。というわけでですね、まず、さっきね、ちょっとカメラ外で言ったんですけど、クリケットって、同じ 3.0。同じ 3.0 でも全然違ってくる。どういう風に攻めたかって。やっぱ攻めたら勝てるのかとか、勝った方が、行った方がいいのか。いろいろあると思うんですけど、まず、クリケットは、そもそもね、そもそもどういうゲームかっていうと、点数が高い方が勝ちですよ、ね。ってことは、点数持ってた方がいいんですよ。じゃあ全部20から15までの数字開けて全部ブルまで行ってっていう走りたくもなるんですけど、まずは自分は相手よりも大きい数字を持つこと、例えばじゃあ20対19です。同じ3マーク、あ、じゃあ10マークずつ入れました、両方合わせてね。そしたら190対200で結局200の方がいいんです。だったらどうすればいいかっていうと、まずは、自分がプッシュ行った方がいい場面、これは何かというと、まず相手よりも大きい陣地を持っている場合、例えば相手が17です、自分たち20です、これは勝って急ぐ必要がないんですよ。10本入れた時に170対200になるって、同じ本数入れた時に30点も差がつくんですよ。ってことは完全にプッシュからいった方ももちろん正解です。ただこれが立場逆転の場合、自分たちが17です、相手が20です、これは20消した方がいいです。点差が離れちゃってるからね、やっぱり点差がどん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 プッシュ、同じさ、例えばレーティング同士だったら、例えばクリケが3するじゃん、ってことは3マーク相手が入れるっていう計算でいった時にやっぱ負けちゃうんですよ、どうしても、だからこれは20を消す展開を自分たちで作らないといけないから、何かというと、まあ、ある程度はプッシュはするけどトライは絶対した方がいい、2プッシュ1トライ、そんな感じ。だからそのトライが成功したら結構でかいから、マジで。でもプッシュはやっぱ先行していればいいと思います、だからまずはクリケットダブルスの時は基本的にはまずは盛ること、盛ること大事です。僕はむしろプロの試合でやっぱりありがちなのは、200点差ってすごい少ないな、200点でオーバーキルって呼ばれるじゃないですか、すげえ少ないと思うんですよ。なんでかっていうと、トンパチ180点巻き返されるんですよ。いや足んない足んないって思っちゃう、だけどもう本当に、相手もね、これでもかっていうぐらいプッシュした方がやっぱ勝ちたいんだったら絶対プッシュはした方がいいと思う、すごく思います。で相手の方がね入れられちゃった、それはもうしょうがない、相手も強かっただけだもん。基本的にはあとは後攻クリケなのか先攻クリケなのかでも結構攻め方変えた方がいいかなと僕思ってるんですけど、先攻の場合って大きい数字が持ちやすいです、やっぱり。そうですね、なのでプッシュ先攻でいっぱいいと思います。高校の場合は相手が大きい数字持ちがちです。なので、カット優先的にいってもいいかなと。攻めた方が絶対ブレイクしやすいから、基本的にはワンチャンは来ない状態を作った方が一番です。例えばだよ、例えばじゃあ相手が3マーク入れました、相手が、あ、じゃあ自分たちね、自分たちが高校だとします。こうなった場合、こうなった場合、まあもちろん19いけますよね、開けたい、やっぱ陣地を取るって点数を取る方が大事だから、じゃあまず、じゃあこれで開けました、開けました、開けて0-0です。じゃあ先攻の立場から考えた時、今0対0でしょ、はい、自分たちの方が点数多いでしょ、多い方数字持ってるでしょ、持ってます。これは最初プッシュいった方絶対いい、はい、まずは点数を取って、相手点数高い方が勝ちだから点数を取りに行きます、ね、点数シングル入りました、はい、で多分みんなやりたいのここでカット、カットそれは行く人もいる、はい、僕はこれ持った方がいいと思ってるんですよ、シングルの場合は。3本、うん、いやもう1本、2本目2本目で2本目、じゃあ例えばじゃあトリプル2本目入りました、はい、3本目じゃミスしました、こういう風にして、まずは点数高い状態を、まあ、キープしていく、でもこれってこっちが後方からしたらやっぱすごい嫌なんですよ、20持たれてる、相手の方強い数字持たれてるから、ね、じゃあこの後攻の場合クリケットどういう風にした方がいいか、これはもうカット視野に入れていい場面なんです実は、これなんでかっていうと19トリプル2本で114点ってことは相手より点数オーバーできるじゃないですか、そうなった場合はトライ行っていいです、相手の方大きい数字だから。じゃあ試しにピピピピピピピって言ったらこれ点数オーバーするでしょ、
フェーズオーバーした場合は、全然トライしていい。なんでかっていうと、自分より高い数字持ってるから、同じレーティング同士だったら必ず負けちゃうんですよ。同じ数字だったら高い数字だったら、ここはトライってやる。で、今度 20からしたら、今度はまあ点数負けてるからプッシュします、プッシュします、はい、で、この場合でトリプル入ったら僕はカットチャレンジしてもいいかなと思います。1投目、2本目のどっちかで、1投目、2本目シングルでこの点数だったら、僕だったらプッシュ間違いなきゃいけないんですよ。でも、何でかというとカットで失敗したとき、例えばね、じゃこれカットトライしましたするじゃん、カットトライ失敗しちゃいました、シングル入って、そうするとこの1本って結構無駄な1本なんですよ。次もしかしたらトリプルでカットできるかもしれないじゃん。だから高校にチャンスが回ってくる。どういうことかというと、これ25点差しかないってことは、自分が19、2本入れただけでトライできちゃうんですよ。20、相手にトライさせないっていうのが大事。すごくトライ、これだったらトライ、シングルシングルでトライされちゃうから、カットで。で、これ決まったら先行の人たちが、うわ、持っとけばよかったってなっちゃう。点数は負けても、だこれで先行方法も入れ替わっちゃうから。19を持ってる状態でこうなるわけ。そう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 。だから攻め方一つで展開が変わりますよっていうお話です。そしたら次、じゃあ高校の高校で、はい、18をオープンされててオーバーしてます、はい、で19あとワンバックでカットされちゃいます、はい、この場面の時どうすればいいかっていうと、やっぱり点数大きいんでプッシュもちろんします、はい、こうやってねプッシュします。でオーバーしたら18カット行きたくなる、はい、けど相手2枚シングル1本でカットなんですよ。でちょっと自分たちは数字高い方持ってるから有利なんですよ。これプッシュ3本行った方がいいです。この時にトリプル入るかもしれないし、まずは点数を持って、で、別にそのクリケットって、最終的に全部閉まったら終わりなんですけど、急ぐ必要ないんですよ、15ラウンドもあるから、ね、で、この場合、この場合は自分が大きい数字持ってます、うん、で、相手17で点数の方が高いです、まずは盛ることを優先しましょう。なので18で盛ります、はい、今日外しました、でもプッシュしました。この場合、この場合は17カットトライも行きたくなる、でもプッシュもしたい、どうしようみたいな。ここはまあ確率的にはプッシュ打った方がいいですね。正解も不正解もないと思うんですけど、これで勝っていってね、トリプル入ったらやったってなるから流れ持ってきたでもいいんだけど、結局まあ足らねばじゃないですか、言ったら全部。でもこれはプッシュ打った方が安全圏的にはいいのかな。なんでかっていうと、プッシュすることによって相手がオーバーするためにはね、17点でオーバーできないんですよ。ってことは相手の、マーク数がこっちより1個上回るんですよ。だから17、相手は絶対2本以上入れないといけないっていう立場になるんで、ここはプッシュいった方がいいですよ。カット、例えばここでカットトライした場合で、例えば今14、18、18ってでしょ、4、18だけど、例えば4外してプッシュいってオーバーいったからカットトライしました、失敗しましたってなったら、これ相手ワンマウンテンでカットトライ来るんで、だから自分たちは17、これだと逆にゆとりこっちは出るんですよ。こうしたらいつでもカットいけるよって、どっち行こうかなってゆとりが出る。プッシュ行ってもいいし、ここカット行ってもいいし、だから相手に選択肢をいっぱいあげられちゃうんですよ。だからさっきの先行の場面ではプッシュ行った方がいいんです。OK ですか。試合中に考えられた。でもこれを、分かっておいた上で試合してたら、あ、この場面来たからこう行こうっていう決め打ちができる。そうですね、どこ行こうかなって迷いながらダーツすると結構ミスったりするんですよ。でも自分の中でこの場面が来た時にこういうふうに攻めようって決めといた方が、自分の中でも決めてるから、すんなり腕も出るし、すんなり投げるし、テンポ大事じゃないですか、やっぱ流れとかもあるんで。でこの場合、じゃあ例えば、僕だったらですけど、全部プッシュするかなって場面的には思うんですね。プッシュじゃあ、いや、ベッド出しとこう、うわ、もういっぱい入っちゃった、いっぱい入っちゃった、これベッドナイスね、ナイスベッド、はい、そしたらもう17、これやることっていうのはもうプッシュしかないんです。これはプッシュしかない状態、で、これ点差が今130点差ついてるじゃないですか。これ結構先行側としたらすごい大事なことで、これ17トリプル2本でもワンチャン来ないんですよ。ワンチャンって何かっていうと、点数が多い状態でのカットトライができないってことです。だから17トリプル入っても点数オーバーなんないんですよ。ピピ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 、ほら点数オーバーされないでしょ。ってことは相手は18カット行きづらい。確かに状態を先行は作っておいた方がいいんですよ。
だから何かっていうと18と17残ってる場合は自分たちは102点以上の点差を離しておいてオーバーしてた方が勝ちにすごい近づきます。だからこれが16と15の場合は96点、90点、要は6マーク以上の点差をつけづいた方がワンチャン来ないから。だからそういう展開に最終的に数字が少なくなってきたら持ってきた方がいいかなと思います、より勝ちに近づけるための話だと思う。少しでも確率を上げるんだったらこの場合はカットまあいかないで普通にマックスいくし、先行の立場からするとこうやってワンチャンがないからこの状態を持っておくのは正解で、だからさっきのところは18さんも行ってよかったねってなる。結構クリケットってね、あの面白いなって、レベルが上がれば上がるほどまあまあ面白くなるかなって。やっぱだからまあそういう展開に先行の場面でも高校の場面でもやっぱプッシュ先行で、行った方が勝ちにつながりやすいかなと思うので、これは覚えておいてすごいいいんじゃないですか。これはすごい。でさっきの話なんやけど、レーティングをちょっと上げたいんだったら同じ数字狙ってください。以上です。強そうじゃなくて、ね、レーティングとか上げたいっていうんだったら。はい、自分が17得になったら17も最初からもう20、19、18してて17でいっちゃえばレーティングは上がるから。でもさ、そんな時点でレーティング上げたくないじゃん。自分の実力があった上で全部のナンバーを含めた上でのレーティングだから、そんな感じです。 OK ですか？ありがとうございます。はい、はい、というわけで以上、カマ編アカデミー、略してカマデミーでした。ね、この動画が、ね、楽しいなって思ってくださった方はグッドボタン、役に立ったなって少しでもね勉強になったなって方はグッドボタンぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。この辺でした。バイバイ。